動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、いきなりなんですけども、妖怪ウォッチ2のですね、あやとり様をちょっと流行ってるので倒しに行ってみようかなということで、ちょっといきなり飛んでる企画なんですけれどもお送りしていきたいと思います。はい、装備はですね、こんな感じで人任せ人が2匹で、で人任せ人の装備がこの閃光痕ですね。閃光痕を装備した人任せ人が2匹で、あともう1匹この大桑の神っていうやつの威圧感ですね。人任せ人がサボらないように、この威圧感入りのを入れて、であとは適当なパーティーなんですけど、鬼食いっていうやつと生ハゲってやつ、生ハゲはちょっと力を上げる装備をしてますね。で武士にゃんという感じで、これでですね、阿弥陀極楽のあやとり様を倒しに行きたいと思います。はい、あやとり様の手前まで来ました。ちょっとですね、一回あやとり様を倒しちゃった後にボスが途中復活しちゃったんで、その関係でドンドロがですねいて、ドンドロの妖術か攻撃両方積んでおかないと、妖術と攻撃両方積んでおかないと効かないっていうのがあったんで、ちょっとメンバー変更がありました。生ハゲと、キリン、それから人任せ人が2人にカッパと水耕という感じでですね、ちょっとメンバーチェンジになっております。はい、人任せ人2人とあと攻撃担当がいればですね、勝てるみたいなんで、この威圧感がカッパに変わってますね。サボらなくなるスキルで、威圧感がカッパーが持ってると。で人任せ人に装備が、閃光痕と、こんな感じで、あやとり様に挑んでいきたいと思います。遊んでいただこうという企画なんですけれども、基本は今出回ってる情報の通り破面のやり方なんで、威圧感と人任せ人と閃光痕が2個あれば OK ですよっていうだけの動画なんですけどね。知人はちょっと破面を知るまでずっと勝てなかったみたいなんで、
ちょっとあまり喋ってる余裕がないですけど、順調にはめてますね。1個だけ回す方が操作は楽ですね。3個回すとちょっと手間がかかるというか、それぐらいの手間を惜しむなよって感じですけど。まあでもこれでも勝てそうなんで。この人任せっていうのが出るのを見逃さなければ大丈夫そうですね。ちょっとキリンは防御寄りっぽいんで、ちゃんと攻撃してくれるやつがいいですね。人任せっていうのがいいような怖いような、いいところもあるし怖いところもあるし、ゲームとしては確かに強いんですけど、子供が人任せを覚えまくるとちょっと怖いかもしれないですね。
まあ皆さんご存知のやり方だと思うんで、新鮮味はないかもしれないですけど、こんな感じでしょうか。はい、ありがとうありがとうございます。経験値2万のお金3万のアイテムが、神経験値玉だそうです。これでなんかどうやらまたボスが全部復活しちゃうみたいで、無限地獄と阿弥陀極楽のボスですね。はい、こんな感じでしょうか。ではこの辺でですね、あやとり様に遊んでいただいた動画を、終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。